どうもこんにちは、ミスタージーティファイモッドです。はい、今回はですね、グラブ&スローペーズというモッドを紹介していきたいと思います。グラブとは掴む、スローとは投げる、ペーズとは一般市民のことだとお考えください。すなわち一般市民を掴んで投げるという、まあ完全にネタ系モッドですよね。シュールな、カオスなモッドです。はい、きっと、よからぬことが起きるような、今からそんなね胸騒ぎがしておりますけどもね、こんなひょろひょろに酔った酔っ払いマイケルがこう一般市民に近づいていき、このおっちゃんを掴んでみましょう。おっちゃんを掴んでおばばに投げてみましょう。おばば、おばば行くぞ。よし、行くぞ。無視かよ。滑ったじゃねえかバカ野郎。おめえなんかよりももっと可愛い子を見つけしまったぜ。俺はこいつに乗り換える。と思ったらなんだこれ、犬のぬいぐるみじゃねえかバカ野郎。面白いのいましたね。超長いタバコを加えた小島よしおがいましたね。なんかもうお尻隠して乳首隠さずみたいな感じですけどもね。あの唇すげえムカつくな。この唇見てるともう画面殴りたくなってくるね。ねえおばちゃん、ねえおばちゃん、お前はどう思うよ。おばちゃんどう思うよ。俺の腕で見えないか。よし見せてやろ。え、なにこれ。え、立ったまま死んでるよ。え、なにこれ。あまりにも一目惚れしすぎて固まっちまったか。そんなにタイプだった。ねえ、すげえなんかもう、お、目が光った。すげえ目が黄色に光ってた今。ほらほらほら、あれ光らなくなった。あれ今ちょっと角度変えたら目がね、金色に光ったよ。黄金の。すげえ。こいつはもう、あれ、え、しっかり歩け、このボーリング頭。おめえでこの二人でストライク決めちゃうぜ。行くぜ。あー、なかなか飛ばないっすね。これはピンだよ。ピンなんかいらねえ、バカ野郎。こっち来んね。え、なに、おー、なに、すげえ。なにこれ。なにこれ、めっちゃバカ。いや、今、ケツ疲れた。マイケル、ちょっと気持ちよさそうだった。なにこの磁石と S 極と S 極が反応したかねえような、この相性の悪さ。いや、むしろ相性がいいのか。お前が俺のこと好きすぎてこんなに張り付いてきてんだとしたら、俺、ホモじゃねえよ。気持ち悪い、やめてくれ。やめてくれ、バカ野郎。乗り物に乗った状態で掴めるのかって試してみたいね。せっかくなのね。まあ。おーっと、何？撃たれた瞬間に血まみれになった警察官。さあ、おーっと、何？飛び込んできた。どんだけ俺のこと好きなんだよ。あのイッシーっていう、まあ、ミニクーパーみたいな車に、この LSPD をぶち込んで日頃の恨みをてめえに晴らしてやる時が来たぜ。おーっと、何？この走行を仕上げてくる力、すごい。重力をものともせず、このハイドロポンプ、ベニーズ・オリジナル・モーターワークスも羨むほどのこのハイドロ力、すごいな。何回転したこれ。浅田真央選手も羨むほどのオリンピック進出決定じゃねえかこれ。すごいな。もう私には理解不能だ。なんと形容したらいいか、表現したらいいか、もう実況不可能だこれ。おーっと、爆発した。何その、どこまでもついてくんねんこいつ、ほんとに。暑苦しいな。厚かましいよ、ほんとに。もうさすが LSPD、もう執念ですね。警察の執念が。うわー、死んでもな、俺に張り付いてくる。この溶岩みたいな、すごい気持ち悪い。もう勘弁してくれ。離して、離れて、気持ち悪い、ほんとに気持ち悪い。お、なんか凛々しい立ち方をした犬が、死んだ。え？死んだ？え？女の子起き上がって、ちょっとよくわかんなかったですね、今のもね。もっと関係ないですね。ちなみにこれ、キーボードの J キーで掴んで、K キーで投げる。JK ですね。女子高生大好きです。高橋和美です。みたいなね。滑ったね、おっちゃん。おっちゃんごめん、面白いことしてやるから許してくれ！あれ？カオスだな、このおっちゃん。強いな。すいませんでした、すいません。今すぐ立ち退きますんで。クロちゃんです！立ち止まりスマホいたー。こんなところで。エロ画像でも検索してんのかおい。マッピルマ。ねえ、他の奴らに見えないように、お前じゃねえよ。お前を掴もうとしたんじゃねえよ。この立ち止まり野郎、スマホ野郎掴もうとしたんだよな。ほら、お前じゃねえって言ってんだバカ。お前でもねえ。なんでそんな遠い奴が俺のところに捕まってくんの。お前らみんな俺のこと好きすぎるだろ。なんだこの街中のトコチェイス、カーチェイスならぬトコチェイス、なんだ、誰お前。え、誰お前。俺磁石か。俺磁石じゃねえんだよ。俺にはどうやら人を引きつける魅力みたいなものがあるようだな。まったくよ。こいつはあれか、片思いか。俺とはもう相思相愛の恋愛難しいか。分かったよ。じゃあお前はな、俺のペットに食わせてやる。俺のペットに餌にしてやる。それで許してやる。お、バンシーオープンか。お、双子。え、服装というか顔というか髪の毛全部同じじゃねえかよ。え、すげえ。メガネかけてるかかけてないからだけの違い。お、兄貴だったか、お前。兄貴、ま、お前、分かったよ。兄弟もろとも俺の犬の餌にしてやるぜ。行くぞ。え、何、お、何、うわ、やめ、そんな反発するんだよ。そんなに、やっぱ、思ってよ。